はい、国立環境研究所気候変動適応センターです。 YouTube 企画第2弾ということで、いきなりの第2弾にして、いきなりの超ビッグゲストにお越しいただいてます。気象予報士の森田正光さんです。お願いします。お願いします。茨城県つくば市 のこの研究所までお越しいただいて本当にありがとうございます。非常にこう緑が豊かなところで、はい、いかがですかね、研究所少し見ていただいて。いや、初めてお伺いしたんですが、すごく楽しみで、どういう環境なんだろうと思って、本当に思った通り以上のものがあって沼ですか、この池なんですけれども、はい、意外にいろんなカエルがいたり、トンボが飛んできたり、生き物がいたり。そもそも池と沼の違いって何ですか。池と沼の違いはないですね、はい、どっちかというとやっぱり人間が作ったものを池って呼びがちですけれども、うん、地域によっては自然の湖を鳥取県とかはなんとか池って名前つけてるところが多かったり、うん、本質的な違いはあまりないです。結構難しいですよね、はいはい、湖とどう違うの。今日は生物季節観測について、はい、少しお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。そして森田さんと一緒にお話を伺うのは国立環境研究所気候変動適応センターの気候変動影響観測研究室の室長されている西城淳さんです。はい、西城です。改めましてよろしくお願いします。肩書きがすごい長いですね。そうなんです、長いんですよね。言うのが大変なんですけど3年ぐらいなんですよね。そうですね、2018年の12月にこのセンターができまして、うん、まあ、2年半ぐらいですね、という若いセンターです、うん、そもそも適応センターの適応というのはどういう、まあ、適応って言葉はもちろん知ってるんですが、この場合の適応というのはどういう意味合いがあるんでしょうかね。私はどうぞお願いします。おっしゃっていただいた通り、適応って、まあ、普段も割と使う言葉かもしれませんし、あれ生き物の適応進化とかですね、言い方をして新しい環境に馴染んでいく、そこに合わせていくのが広く適応なわけですよね。で、このテーマっていうのは気候変動に対する適応なので、うん、今後温暖化だとか集中豪雨の増加とか気候変動が進んでもその条件になるべく社会とか生態系を馴染ませていこうという適応していこうということが重要だということで法律もできてそれに合わせてできた。例えば今ですね、気象の世界では1時間に80ミリとかという猛烈な雨が増えていますよね。そうするとそれに我々自体も適応していくということなのか、あるいは生態系そのものというか生物が適応するのをお助けするというか助けるというのが両方あるんでしょうかね。両面ですね、気候変動の影響が及ぶ対象っていうのは、うん、野生生物への影響っていうところもありますし、人間社会そのもの災害が増えるとか農業への影響とかいろんな側面があるので、それいろんな方面に目を配って気候変動が進んでもそんなにこう損失が大きくならないようにとか、いろんな状態に柔軟に対応できるようにしていこうとか、うん、そういうの全部適応。具体的に言うと何なんですか。一つ面白い例とかあります？こうやって適応したみたいな。ですね、今言っていただいた例えばその集中豪雨が増えるときに、うん、今まではこう予測してるここまで大雨が降るだろうって予測があって、それに合わせてその時でも抑えられる規模のダムを作り、はい、堤防の高さを決めっていうことで川の管理をしてきた。だけどその予想を超えるようなことが起き始めているし、もっと増えるかもしれないという時に、例えばもう溢れてもいい場所、川に洪水と水害は違うので、洪水が起きてもそこに人や財産がなければ水害にはならないわけですよね。そういう意味では溢れてもいい場所をあらかじめ確保しておこうということをすると、人間への被害は小さく済みますし、逆にそこにはですね、洪水がないと暮らせない生き物、そういうのも結構いるんですけど、洪水でこう植物が押し流されるとその後に来て、生える植物だとか来るトンボとかそういうものが暮らせる場所が作れるというように、うまく自然を使っていくことでいろんな方面に適応していく。それすごい大事なことですよね。それを研究してます。なんて偉そうですいません。いやいや、すごいことです。でもほとんどの人が知らないっていうのはこれちょっと、すいません、ちょっと心で適応センターに来てそういう話するんですが、はい、でも今おっしゃった通りで、水害、大雨が降ってもその大雨が溢れなければ、うん、あるいは被害が出なければ、ただ単に大雨で済みますもんね、うん、はい、そうなんですよ、はい、洪水っていう現象は自然現象の中にある。そのおかげで地形ができたり生き物が暮らしていたわけだもんですね。実際に、その溢れる堤防を作るのもある意味適応だし、あるいはそのまま流しっぱなしにしておいて、そこの土壌が豊かになるのを待つも適応だし、 それを、状況状況によって
どの状況を取ったらどの選択をしたら最良かなとかいうのを考えるということなんですね。はい、そうですね。CO2 を削減して温暖化をまあ止めようという取り組みは、一般的には緩和と言われてまして、緩和と適応を両輪で進めなきゃいけないというふうに例えば環境省なんかも言ってるんですが、ただやはりそのどっちかというと今世の中的には緩和の方、CO2 を削減する方だけの取り組みがピックアップされてですね、ただまあもうすでに CO2 は出してしまっているので、さらにここから気温の上昇というのも予測されているわけですから、そっちへの対応もしっかり考えなきゃいけないとか、はい、国としても、もっと適応をしっかりやらなきゃダメじゃないかと思います。分かりやすさがですね、やっぱり CO2 出さないようにしようというのはメッセージで分かりやすいんですよね、うん、でも適応もでも適応の方がなんかコストを少なくてリターン多そうな気が言葉的にはしますけどね。そうですね、適応のための適応だけじゃなくて、例えばその何て言うかな、別の目的で利用してた結果として適応にも役に立つみたいなことあると思うんですよ。あ、一つ話してもいいですか。もちろん。今度来週私静岡県の浅畑遊水地って静岡市にあるとこ行くんですけれども、はい、遊水地っていうのはこの洪水の時に水があふれる場所ですよね、うん、そこをほっとくとやっぱり樹林化しちゃう、森になってしまう、うん、そうすると水があんまりたまれなくなるんですけど、いろんな人が今そこでですね、自分は田んぼ作りたいとか、自分はここに迷路作って遊びたいとか、そういう人がいろんな人が入れる仕組みを作っていて、そうすると使うんで樹林化が防げるんですよね、うん、で結果的にやってる人は全然そんな意識がなくても気候変動に強い状態が作れていくみたいな、そういう仕組みも考えられるので、必ずしも適応っていうのは何か環境のために我慢するとかだけじゃなくて、何かこう活動した結果として適応性が上がるみたいな、そういうこともありそうで、面白い、面白い課題かなと。いや面白いですよ要するに自由奔放にやってたらそれが結果的に環境を守るためになってたってのは最高ですね。そういう例もあると思うので、そこをちゃんと科学的にですね、見ていきたいっていうのも私たちの、まあ、どれもそうなることは限らないんですけどね、どんどんやっぱり話は広がっていくんですが今日のテーマはですね、はい、まあ、生物季節観測ということで、はい、まあ、なぜ森田さんをこうお越しいただいたかというとですね、昨年11月に気象庁の方から生物季節観測のこう種目減少のまあ見直しというのがまあ発表されました、はい、うん、これまで気象庁さんの方で、もう長らく生物季節観測というのをやってきたわけなんですけど、まあ、その、うん、まあ、種目を減らしたりです、ね、減少を減らしたりということで、うん、少し、まあ減らしていこうというような発表がなされたと思います。で、その時にですね、まあ、お二人が率直にどうお考えになったかということをお聞きしていきたいんですが、うん、まあ、まず森田さんの方は11月10日に午前中にですね、気象庁から発表を受けて、ちょっと記事の方も拝見させていただいたんですけれども、はい、もうその数時間後には気象庁に問い合わせのお電話をされてでさらにその日のうちに記事をお書きになってアップをされたということで、これ、まあ、これをきっかけにですね、報道も広がっていったというようなところもあると思うんですけれども、実際その時はどのようにお考えになっていたんでしょう。適切な言葉かどうかは知らないんですけども、これ誰か書かないとまずくないって思いましたね。反論っていうんですかね、で眠みに水のような報道だったので、で僕らずっと昔から馴染んでやっていたので、特に動物の全廃ってありえないだろうと、むしろ広げるのが筋だと思ったのに、それはもう全部やめちゃうというので、それで僕いろんなところ電話したりとか、あと関係者にも聞いたりとかもあって、とにかく問題意識を持ってましたね。実はね、記事が書いた後に、はい、いろんなところからマスコミから問い合わせがあったりとか、うん、それから巡り巡って小泉環境大臣の耳も届いたみたいで、はい、それで大臣室に呼ばれたんですよ、はい、ですごい嬉しかったんですけども、うん、自分の言ったことがこう記事に、うん、ということは逆に言うとあまり皆さん危機感を持ってなかったのかしらとか思ったんですけども、うんうん、実際まあ、可能な範囲で結構なんですけど、どういうお話やり取りがあったんでしょうか。はい、率直なところ観測の切断について私述べたんですね、うん、観測がこう消えるってことだった。あらゆる予測っていうのは観測とかがなかったら、うん、もうずっと見てないと成立しないんですよ、全てのものだから。その観測切断されることは何としても避けてもらいたいということをお伝えしたんですよね、うん、そしたらもうすでにその時に、はい、ここだけの話ですけども、ご存知だったみたいですね。あ、そうですね。で、観測の切断を、うん、避けることが第一ですねって言ったんですよ、うん、
しゃったんです、11度の段階ですね。大臣も同意されて、そう思ってらっしゃったってことですね。そうですね。で、その後、多分あの観測が切断されたというふうに、切断されると思ったんですけども、いろいろいろんなところに聞いてみると、これが試行調査だっておっしゃったんですね。試行というのは試す、試験的に、試す、試行調査だ、ね。何の試行っていうと、新しいその生物施設観測の枠組みを作って、4月以降、まあ、いろんな専門の方を中心に、新しい観測を始めるんだというふうにおっしゃったんですね。これ聞いて僕はすごいと思いましたね。度肝抜かれたというか、やめるって言ってたのが、むしろこれ発展するぞみたいな。ないですね。で、どうもその、あの流れになる一つのきっかけに、私の記事もあったみたいなので、うん、いやそうですね、本当になんかそうかなと思ってます。私もいろいろいろんな世の中の流れとかニュースとか見てますと、なんかそうなのかなという気がしていて、おっしゃる通り今堀田さんがいろいろ動かれてたっていうところなんですけれども、まあ、それによって報道が活発になって、で我々のセンターの中でも、なんか国家権として何かできることはないかという話にはなりましたよね。そうですね。はい。で、その時は西郎さんはどういったことをお考えになってたんでしょうか。最初に縮小するっていうのを聞いた時ですね。まずは私やっぱり気候変動の影響がどういうところに起きているかを観測して、検出しようってことをテーマにしている研究室なものですから、非常にもったいないと、あれだけ、やはりですね、いろんな生物データあるんですけれども、同じ場所で同じやり方で長期にわたってっていうのは本当に貴重なデータなので、それがほとんどなくなってしまうというのは本当にもったいないっていう、のが一つ。あとはこれまでも あの気象庁の貴重なデータを使った研究は実は行われているんですよ。そういうのも論文になって出てたりするんですけれども、でそれが今に日本でどんな変化が起きているかというレポートで引用したりもしているんですが、それをちゃんと取ってくださっていた気象庁の方にこんなに価値があって、こんなに活用させてもらってるってことを伝えられてなかったかっていうところで、それすごい重要だと思います。気象庁のね、一番本部っていうとどこまでだか分かんないですけど、お天気のこととその情報を伝えるっていう中では、必ずしもあれ全部なくてもよかったり、だんだん大変になってくるっていうのは当然だと思うんですよね。だけどこういう価値があって、こんなふうにも活用してるってことをもうちょっとちゃんと伝えておけば、もう少し事前の議論ができたかなっていうところで、あ、そこは努力不足だったかなっていうのをまず感じたんで、でもその後、諦めるんじゃなくて、今からでも取り戻して、仮に1年に、ね、間空けても継続できた方がいいかというふうに思いましたけどね。成果がね、見えたという感じですかね、今回はね。で、我々やっぱりその成果を人に伝えないと、その実際にやってる人はモチベーションが上がらなくなっちゃうんですよね。それはそうですよね。例えば気象庁も本当に、まあ、桜は今でもやるしこれからもやるとか言ってますけども、それは取り上げられるけども、他のじゃあタンポポどうなるよとか言うとね、やめてもいいんじゃないのみたいになっちゃったりとかするんですよ。で、動物は実は重要なんですけども、それも全部やめちゃうって話なんですよね。で、僕は逆にむしろ、例えばクマゼミっていうのは、昔は静岡ぐらい前しかいなかったのが、今関東でも普通に見られるようになったので、むしろそういうのを広げるべきじゃないっていうふうに思ってるんですね。だからその対象植物動物を変えて、むしろ広げていって続けていった方がいいというふうに考えてたもんですから、まあ、今回そういうふうになりそうなんですね。そうですね、はい、そういう方向になってきたということなんですが、その生物季節観測はその、まあ、我々気候変動適応センターですけれども、まあ、そういう気候変動とか適応っていうことでいうと、まあ、どういう価値があるとかっていうところはいかがでしょうか。そうですね、気候変動、最終的に社会にとってっていうところに結びつけるには結構何ステップもあるものが多くて、まあ、桜などはですね、いつお花見にちょうどいいくらいの開花がするかっていうことを長期のデータがあると、温度、3月の平均気温とどんな関係があるかとかですね、そういう解析ができるわけですけれども、おっしゃっていただいたタンポポとかですね、もう少し野生の植物適応とかもやってるんですけど、
そういうものの開花時期が分かることが人間にとってどんな意味があるかっていうのは割と単純ではないんですよね。だから基礎情報としてまずそういう把握をするっていうのが大事だということと、一方でやはり生態学の研究も進んできて、花が咲く時期と虫が活動する時期がずれてきてる問題とか、そういうことも指摘され始めているんですよね。それは巡り巡って農業とかいろんなところに影響すると、そういう意味ではとてもこれから大事になってくるデータではあるんですよね。そういう価値がある、データだからこそ、はい、我々としても何かしなければいけないということで、少し気象庁さん、環境省さんと、コンタクトさせていただいて、そうでしたね、何ができるかということを、話し合いをさせていただいて、今回、気象庁と環境省はある意味違うお役所ですよね。それが一緒するってことは、熱中症の時にあるんですけど、あまり聞かないですよね。今縦割り縦割りとかありますけどね、でこの縦割り縦割りでそれが横横断的に協力するっていうことがそもそもものすごい画期的なことだっていうことも、ある意味多くの方はご存じないというか、ニュースでも伝えられないし、ということなんですよね。そうですね、今おっしゃっていただいた通り、3月30日に今年の3月30日にその気象庁環境省から、気象庁、環境省、国家の点で、3社で連携をして、生物季節観測の試行調査を開始していくということが、発表されて、おっしゃる通り、森田さんの YouTube の動画とかも見させていただいたんですけど、ものすごい興奋ぶりというか、喜んでくださっていて、すごく我々としてもそれを見て嬉しい気持ちだったんですけど、いや怒られるかと思いました、本当は。多くの人たちは生物観測、例えば桜咲いたねぐらいしか思ってないというか、花見だね、それはそれで大事なことなんですよ、文化的に価値のあることなんですけども、もう一つ考えると、桜が咲いたのに温度が高かったから咲いた、温度が低いから咲かなかったとか、そういう視点があるのという、それから桜、じゃあどこの木がどうなってるのという分布の問題とか、でこれまでは例えば環境圏なんかですと動植物はここでどれだけ減ったとかで、気象の世界だと温度が何度だったか出てきた、実は全く違うものを観測してるんだよね。だから全く違うものを観測してるんだけれども、桜は桜でしょ、ウグイスはウグイでしょみたいな、そういうふうな捉え方を多くの人は、我々も別分野ではそうなんですけど、そうしてしまうんですね。そうすると何ていうか、ひとまとめに全部捨てられちゃってくるというか、価値が見えてこないんですよね。でも我々の仕事って何かっていうと、いやこんな価値があるんです、これにはこういう意味合いがあるんですっていうことを伝えていこうだと思うんですね。そのために生物観測も、先ほど西浦さんがおっしゃったように、やっぱり価値をどうやって見出していくみたいなね、そういうことだと思うんですけどね。そういった熱意がなんか、我々も嬉しく感じましたね。そうですね、応援されました。でその横横断的にやるってあんまりないですもんね、実際に。そうですね、私もあんまりなんか聞いたことがないですね。本当に画期的なことだなと思います。で試行調査を実施していくっていうことなんですけど、例えばそれはどういう形でやっていくのかとか、それぞれの3社の中の役割分担とか、そこら辺についてちょっと松崎、その議論の中に加わっていた西野さんに少し解説というか教えていただきたいんですけども、これまで気象庁がやられてきた観測っていうのは本当にしっかりしてるんですよ。場所が固定されていて、同じなんていうか方法で、マニュアルがあるんですね。その通りにやってきたっていうことを同じようにやるのはちょっと簡単ではない、あまりにも簡単で、難しいです。そうなんですか。はい、それは私もまだ一部の方にしか伺ってませんけれども、例えば気象台でこの季節鳥がいつ鳴き出したか見るのに、いつもこの範囲を1時間くらい自転車で走って調べてるんだと。でそろそろ来るかなと思ったら1週間くらい前から気にしてるとかってお話を伺って、それはなかなかできないです。全く同じにはできないんですけれども、なるべく気象庁さんのこれまでのやり方を引き継げるような調査をやっていこうっていう相談を、我々今ですね、気候変動適応センターですけれども、各地域に、都道府県だとか市町村に地域の気候変動適応センターというのが作られ始めているんですね。そういう自治体の機関の方と連携して、
ここだったらできますよとか、うちはセミだったらできるかもとかっていうようなやり取りをしながら、なんとかそこをフォローして気象庁のやり方に近づいていこうっていうところが一つ、あの私たちは調査員調査っていう形で調査員を決めてやっていくと。それからもう一つは、あの同じようではないけれども、もう少し場所も固定しないんだけれども、初めてウグイス聞こえたなっていう感覚をちゃんと大事にして、クラウド的にというかですね、いろんな方の情報をたくさん集めて集合的な知識にすることで、あの昔と今の変化を見るということもできるんじゃないかと思っていて、そういう開かれた市民参加みたいなことっていうのを最終的には目指したいと思っていますね。その2本立てで行くか合流するかは少し数年後になりますけれども、手堅い部分と少し冒険しながらみんなの力でやっていくところと2本で考えていくというふうに考えています。すごい面白いんですけどもね。で特にあの気象庁が同じ場所で、まあ、5キロですけどもね、はいはい、同じ場所で続けていったという方法、もう僕らずっとそれ染みついてるの で、ね、当たり前だと思ったのがそうじゃないとおっしゃられて、全くはそうじゃないと。そうなんだ、言われてみればね、仕事でなかったら行かないですもんね。その通りなんですよ。はい、僕もあの今回その記事を書くにあたって、これは絶対に仕事じゃないとダメだっていうふうに考えたんですよ。なんでかというと、個人に任されるとやっぱりムラができるし、まあ真面目にやる人とそうじゃない人が必ずいるけども、仕事だったら必ずこの標本木を毎年この時期に見に行けっていうふうにね、あのできるわけですからね。確かにそうですよね。調査員調査と、まあ市民調査とこう両方一緒にやっていくっていうところが、まあ少しあのミソというか、そうですね、的なところでもある。それは気象庁さんの方にも、あの森田さんのメッセージで刺激された方も含めて、いろいろな方が自分でもできるよって情報もくださってる方もおられると思うんですね。なので少し市民参加型調査を育てていこうっていう意識で気象庁さんも考えておられますよね。そうですね。そこをちゃんと連携して、はい、いや今回ね、いろんな方から反響いただいて、特にあの内部的なところからよく行ったみたいなのが、あ、そうですか、いただいて、そこは私には全然聞こえてこないです。あれは内部っていうのは、あの気象関係者ですね、あの実際にやってた人とか、ね、だから大事に思ってこられた方も結構いらっしゃるんですね。そうだと思いますね。ちょっと今のお話とも関連しますけども、その例えばあの今我々とまあ気象庁環境省さんで一緒にやっていくその話をお聞きして、例えば何かあの期待されることとかですね、例えば あとはあの森田さん自身があの市民調査の方に少しあのご興味を持たれてないかとか、ぜひ応援していただきたいなと思ってるんですけど、もちろん応援するんですけども、はい、知識がいるんですよ。あれもね、例えば桜一つとたって300種類ぐらいあるわけですよね。全部覚えられないし、僕知ってるの10も知らないですもんね。そうするとなかなかあのやっぱり専門の方なんだろうなとか、ね、分かりやすくしていくとかですね、はい、そこら辺は何かその例えばもう少し市民の方が参加しやすいような工夫とか、はい、そういったことは何かこう考えられることがあるんでしょうか。今すぐにはなかなか容易ではないかもしれませんけれども、はい、今例えばですね、あのスマホで写真を撮って種類調べるとか、あのあるいは自動観測の技術とかですね、そういう技術の方も進んでいるので、うまく組み合わせていくっていうのは今後大事になってくるだろうと思いますね。それは可能でしょうね。今例えば写真撮るとこれどういう植物かとか、それで確認して、ね、雲もそうですけども、撮るとこれどういう雲かとかね、教えてくれますからね、そういうのでも助けを借りながらとかっていうような、やはり多くの人の知識を使っていくっていうのはそれなりにそれに応じた工夫も必要なので、そういう技術開発研究っていうのも大事かな。でも今日今その同じところで、はい、同じ方法で、まあ、毎年、やる70年か70年ですね。そうか、それ大事だったんだみたいな、考えてみたらなかったんだっていう、ね、あとですね、やっぱりあ、喋っていただきます。あ、どうぞ。日本の生物季節観測は対象種がとても多いんですよね、最近までやってきたものでも植物で34種、動物も23種ですかね、60種くらいある。でもっと遡るとあの昔の時代で100種くらい対象に最大ではなっていたり、はい、で その中にはいろんなタイプの生き物もあるので、どういうものがその気温の影響を受けやすいかとか、そういうことも考えることができるデータなんですよね。じゃあこれからまたさらにこう発展的に広がっていった方が絶対いい分野ですね、はい、そうですね、あの、まあ、過去のデータがあるものっていうのは特に重要なんで、それが今どうなってるかを知るのに、あの、そうだ、最初にあの森田さんお会いした時に
今朝あの多様性の話、はいはい、多様性というちょっとキーワードでお話しましたけれども、はい、この生物季節観測の対象の中にも遺伝的な多様性って言いますけど、同じ種類の中に個性があるものと、みんな同じ個性のものとか、このタイプあるんですよね。幅広くいろんな植物とか動物がいると、例えば桜、ソメイヨシノっていうのは遺伝子的には日本中同じものが植えてあるんですよね。他にもイチョウとかアジサイっていうのは大体同じものが植えてあって、ああいうものは大体そのいつ咲くかの温度で予想ができてしまう。それに対してタンポポだとかですね、もっと遺伝的にいろんなものが混じっているものっていうのは、あの温度だけじゃ説明つかないんですよね。多様性が高いと温度だけに左右されないっていうことが分かって、逆にこの温暖化してもどれか生き残るとかでそんなに困ったことにならないというような、多様であることはどんな意味があるかみたいなことを考えるデータにもなる。面白いな。僕今50年ぐらい分かったらこの学問行きたいですね。今からでもまだ間に合うんじゃない。いや、おそらく気象学とかでもですね、そういう多様性とか気象、うん、あの変化の大きさって議論がある。今ちょっとまた話変えていいですか。あの、はい、僕今島バナナっていうのにハマってるんですよ。島バナナ、大丈夫話変えて2分ぐらいで、はい、島バナナって教えてください。沖縄というか、まあ、奄美大島とかもそうなんですが、あの沖縄県全体に生えてるんですけども、そこにしかないバナナ。でバナナ自体もすごい何百種類もあるんですけども、はいはい、そのシババナナっていうのはどうもフィリピンの方で、昔あったバナナが小笠原に行って、で小笠原からあの沖縄本島の方に入って、でその沖縄全体に広がってる、小ぶりでこんな10センチぐらい、であの甘いだけでなくて酸味があるんです。酸っぱいパイナップルみたいな、リンゴみたいな、そういうバナナですね。はい、でこれあの生産がすごく少なくて、それからあのちゃんといわゆる農業的にやってるというか、自分のところの裏庭にポーンと植えてるだけなので、ほとんど市場に出回らないんですね。でたまたま僕40年ぐらい前に沖縄行った時にそれを食べてうまいなとは思ってたんですが、その後沖縄行くためにうまいと思ったんですが、それきりにしてたんです。ところが3年ほど前にバナナが嫌いだっていう、あの昔の、まあ、部下が、というか昔のあの教え子みたいなのがあって、でその彼女なんですが、彼女にあのバナナ嫌い、じゃあこのバナナ食べてみなさいって言って食べさせたら、何これとかって言うんですよ。なるほど。こんなバナナじゃないみたいな、でそのあのことからシババナナって価値があるんじゃないのかと思って、研究じゃあれだね、バナナの中の多様性です、ね、バナナの中の多様性ということで、はい、でそのバナナを今あの沖縄でどうやったら上手に作れて、それを多くの人に食べてもらうかってことを研究してるんです。でもそういう地域品種、広い意味での地域の品種みたいなものなんでしょうかね、果物にもあるし、もう少し野菜とかいろんなものに地域の品種ってあると思うんですよね。でそういうものを大事にしていくっていうのは適応型社会というかですね、全部そのにとってとても大事かなと思っていて、あまり確率的だと共倒れの失敗もあるわけですよね。だからいろんなそのバーナーを、そのシババーナーを再度食べてみてとか、この 3、4 年残ったんですけど、いやこれはやっぱり絶対に後世に残した方がいいと思うんですけども、はいはい、でもひょっとすると絶滅する可能性もあるんですね。なぜかというと前のバーナー、今我々が食べてるのは全部キャビンディッシュという種類なんですけど、その前にグロスミッシェルという種類が、あのパナマ病というので全部絶滅しちゃったんですね。だからみんなクローンだから、はいはいはい、この桜もそうですけど、クローンって何かがダメだって、全部ダメだって感じがありますよね。そういう意味で言うと、いわゆるその多様性がやっぱりないと、滅びていくんじゃないみたいな、そういう危機感はあります。島バナナは森田さんに気づいてもらえたから、こうやって伝わるけれども、もっといろんなものがあると思うんで、今度もしそれ収録できたら、僕はいろんな地域でいろんなものを食べていただきたいです。今度お送りますよ、僕。ぜひ。ただこれ、あの真っ黒にならないと美味しくないんですよ。はい、食べ頃を間違えると全然うまくないんですけど、はい、全然これ使えないとこだね。いや本当にあの興味深い。いや、ここカットしていただいていいので、他の話しましょうか。あのはい、あの今ちょっとお話しいただいたあの生物季節観測もぜひあのこれから森田さんにあの引き続きですね、あの興味を持っていただいて、はい、
また、あの生物季節観測だけじゃなく、あの我々あの気候変動適応センターと先ほどご紹介させていただき、すごくあの興味を持っていただいたので、引き続き何かこう一緒にあの何かできたらすごくいいなと思ってますの で、 です、ねね、発信してくれるといいですよね。そうですね、我々まだあれなんですよ、はい、適応っていうことにどんなあり方があるのかっていうことにいろんな選択肢を出し合っているような段階でもあって、いろんな地域とかいろんな方にお会いになったり、いろんなものをご覧になって、ここでこんなことをやって、あ、例えば暑さをしのいでいるよとか、大雨の時にこうやって守ってる工夫があるよみたいなこととか、そういう情報から適応のヒントを得るっていうのはとてもあると思うんですよね。その伝統的な知識だとか地域に残されてきた知識みたいなこと、そういうものも私たち勉強していきたいと思っていますので、あの特定の専門というご専門の分野だけじゃなくて、あのいろいろ教えていただきたいと思います。適応センターって大体何人ぐらいのチーム、草分かんないと僕は分かんない。構成としては今のところ観測するっていう研究室と予測するっていう研究室と、それを踏まえて適応のあり方を考えるっていう、それをもっとこう社会的に実装する、それからアジアに展開するっていうような部屋で分かれてはいるんですけれども、まだ全体として役割分担はあるんですけど、適応とは何かとか適応のためには何が必要かっていう議論を勉強しながらしてるっていう、そんな段階ですね。逆に言うと、その適応するっていう分野がもっと広がると、はい、いろんな、あの、なんていうか、さらにいい人たちが、研究者が集まってきて、もっといい研究ができるようになってくるんでしょうね。そうですね。やっぱ知られるってことですね。はい。ありがとうございます。集まっていただくってことは、あとはつながっていくことですね。そうですよね。幸い、筑波はいろんな分野の研究所もありますし、筑波に限らず、日本のいろんな研究分野とつながって、あの、適応のあり方を考えていくっていうふうに、あの最初の話に戻るんですけども、環境省と気象庁が本来ならあの協力してやるような研究じゃないのが協力してやるみたいな、ね、他のところもそういう研究が広がって、一つの統一的なものができるといいんですよね。そうですね。我々もあのそういう連携をもっとしていきたいと思ってまして、うん、他のさまざまなですね、農業関係とか防災関係とか、まあ、そういったところもその適応に関係するような研究をたくさんやってますんで、ここと今なんか連携して、あの一緒にできないかというような議論はまさしく進めているところなので、まあ、そういった中でまた何か形になってきたらです、ね、あのそういった、まあ、またあの森田さんに報告できればなと思います。はい、はい、あのもう一度口を埋まっちゃう、専門家ってすごいいろんなこと知ってますよね、それぞれの専門家の方ってね、のことについてはって感じじゃないでしょうか。でも、ね、だからやっぱりそれそうなんですよ。だからそこにこう融合させるような、今適応センターってそこのなんか中心になるような気がしたんですね。そういう専門家をいっぱい集めてきて、はい、もっといいものを作り出せるような、うん、はい、すごい目指したいです。ね、そんな感じがしましたけど、期待しちゃいますよ。ありがとうございます。最後になんかそういう期待の言葉、まあ、我々としてもそうなりたいと思っているところだと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、あの本当にいろんなあのお話を聞けて、今日は大変楽しかったです。いや、こちらこそありがとうございます。またぜひあの我々の取り組みを応援していただければと思います。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。